ちびねこ、トムの大冒険は、いいのますみによる、児童文学作品、および、それを原案とした、日本のアニメ。ちびねこ、トムの大冒険地球をつなげ仲間たちは1990年に、岩崎書店から出版された、児童文学で、原作は、いいのますみ。イラストは、今井由美子が担当した。ストーリーは、洞窟で、世界の地図を見つけた猫族の少年トムが、 神の怒りを解くために冒険するというもの。友人たちと一緒に洞窟探検に出かけたトムは世界地図を拾うが、うっかり破ってしまう。その瞬間、トムと友人のエイミーを除き、他の猫たちは空中へ飛ばされてしまう。すると、地図の中から年老いた鳥が現れ、この地図は海鳥、口の形を決める世界の地図であり、その地図が破れたために、 地球があと72時間で滅ぶと告げる。こうしてトムとエイミーは、世界中に散らばった友人と地図の破片を求めて、冒険の旅に出発する。南部英子は、週刊読書人の書評において、動きも多く非常にテンポよくストーリーの展開する、動物冒険物語、必死で奮闘するスリルに満ちた非常に楽しい、冒険ファンタジーと評している。地球を救え、 仲間たちチビ猫、トムの大冒険は1992年に制作されたアニメ映画作品。地球のせいに助けを求められたトムと仲間たちが何でも飛行機にする翼の実を使って地球を救うために冒険する物語となっている。登場人物は全部擬人化された動物であり、メインは猫のキャラクター。アーバンプロダクトの米川勲が企画し、制作は トライアングルスタッフ。諸事情により劇場公開が行われず、長らく地方での上映会や、CS にて放送されたのみに留まっていた。制作から20年余り過ぎ、2014年12月20日から2015年1月18日に、かけて、下北沢トリウッドで上映された。監督の中村隆太郎、作画監督の大橋学は後に共に、ポポロクロイス物語の、 アニメシーンにも参加している。この点を踏まえて、作家のワッチマサイオシは、本映画には、ポポロクロイス物語のガミガミシティを思わせるビジュアルが認められるなど、両者の類似点を述べている。トムたちが宇宙空間を漂うシーンの原画は、沖浦刑事が担当している。沖浦は作画してから初号を見るまで3年ほどかかったこと、初めて自分の仕事が悪くないと思えたこと、 一箇所だけ動きが一瞬、巻き戻る撮影ミスがあることなどを述べている。ありがとうございます。